新宿泥棒日記は、1969年に公開された大島渚監督の映画作品である。黒白の94分で、パートカラー、スタンダード、創造者制作、ATG 配給。新宿駅東口前での撮影現場。1968年夏の土曜日午後5時半、新宿の木の国屋書店。青年が本を万引きして、店を出ると、 彼の手首を若い女の手がつかむ。彼女は店員として彼を社長、田辺萌一氏のところへ突き出すのだった。青年は女に、明日またと再犯を予告して実行し、女は青年をまた社長の前へ突き出す。社長は、次長ラゾウとの対話を青年に、禁定して万引きをいちいち連れて来なくていいと女に言う。女は、このお店と、 社長さんが好きな偽店員なのであった。青年は万引きをして女に手を掴まれた時に危うく射精しそうなほど興奮し、一方の女も偽店員をとても楽しそうに演じるのだが、二人はいざ成功をしても全然盛り上がらず困ってしまう。この状況を打開すべく、彼らは性科学者高橋哲氏の元を訪ねて話を聞いたり、飲み屋で 創造者の俳優諸氏のセックス談義を聞いたりするが、どうもピンとこない。二人の物語は、セックスとは何かを問いながら、当時のアンダーグラウンド文化の中で、幻想的な展開を見せてゆく。ありがとうございます。